い、ではやっていきましょう。ではデスレースにゴーゴー。誰？中年暴走族。基本的になんかスオ君の手下は年齢層が高い方が多いのでしょうか。ん？あ、キムさん。え？え？ヤガミさん。あれ、キムさん、夏。いやいや。前作に出てきた人よね。それはこっちのセリフだよ。あと店長だろ。実を言うとね、私若い頃は結構やんちゃだったんだよ。髪の毛なんて真っ赤に染めてね、リーゼントでビシって決めて仲間と暴走してたんだ。いやー。盗んだバイク走り出したらいけません。だけどなんで今さ暴走族に。引退した大人の暴走族のコミュニティがあるんだよ。そこで知り合ったんだ、ゴースト派のグドーさんに。 あいつ彼に誘ってもらってね、つい先日再デビューしたんだ。にしてもスオの一歩に入るなんて腕前は相当だってこと。ぶっこみのキム。ぶっこみのキム、それが若い子の二つなんだよ。これでも伝説の走り屋と呼ばれてたんだ。マジでキムさん、突っ張って行こうぜ。ハンドル握ると豹変するタイプの、なんかこち亀でいたよね、ハンドル握ると豹変する人。本田さんだっけ。じゃあ行きましょう、キムさん。前作はね、ヤガミさんって言ってね、景品同盟の人たちが暴れてるとね、連絡してくるっていうね。行って、わ、なになになんか、え、なんか妨害工作がすごいんだが。え、嘘、え、ちょっとどういうこと、どういうこと、どういうこと、え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 、楽しかった。あー、キムさん強かった。2回くらいやり直したわ。よし、ここで詰むかって思った。キムさん妨害が厄介でしたね。なんかスピーカーみたいなの使ってくるし。ヤガミさん、仲間がたくさんいるみたいですね。牛油園、あ、いいね。それって牛油園、え、おごってくれるってこと？冗談、面白いね。で、どうですか、これから牛油園。おごってくんないのか。ん？そうじゃないか、戻ってきたのか。お家での姿見ちゃったからな。なあ、何聞いてるの？スオ。おい、スオ。あ、これ何？英語の勉強してんの？リスニング？デスメタルだ。そうか、まあ頑張れよ。ちゃんと勉強してるんだね。まあ、高校生だもんな。あー、キムさん強かった。もうやれやれだぜ。これで今2人目か。じゃあ次3人目いきますかね。ではデスレースやっていきます。という赤塚さんかな。ん？あれ、みんなは、あ、
おい遅かったな、先にレースを楽しませてもらったぜ。ヤガミッチ、こいつらルールに従ったまでだ。より速いやつ、より度胸のあるやつに従え。ヤガミ、てめえが来る前にまとめてレースで任してやったのさ。まとめて、え、じゃあみんなあれ、すごいいっぱいになっちゃったの、みんな。ごめん、すまねえヤガミッチ、俺ら必死に頑張ったんだけど。スオ、お前どういうつもりだ。どうもこうもね、俺はレースを楽しんだまでだ、いつも通りにな。おい、あ、さま、相手してやる。え、俺が、ま、マジっすか。わかった、あ、さまやろう。お前に勝てばまたこっちに引き込んでやれる。ヤガミッチ、いいか、あのさ、ヤガミッチ、実を言うと俺ちょっとワクワクしてるんだ、ヤガミッチと走れること。まあ同期だもんな、あさま。ヤガミッチ、俺はあんたの走りをずっと見てきた、憧れだっただけど、だがな、同時にあんたとやり合えねえことにむしゃくしゃしてたんだ。走り屋としてはガチでぶつかり合いたかったんだよ。ヤガミッチ、ヤガミッチ、よろしく。うおー、じゃあ、あさまね、じゃあやっていきます。やる気あんのか。あ、くそ、お前、お前ゴーストみたいな妨害してきやがって。せいや、あれ、バイカー全然タックルしてんのにやられないのだが、見てて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 、よし、勝ったー。ふぅー、朝も勝ちました。いくぞー、やっぱり勝てねえのか、ヤガミッチには。よ、じゃあ帰ってこいよ、朝ま。あ、スオさん、いい走りだったぜ。あ、いいやつじゃん。スオ、俺と勝負しろ。この間、他の連中じゃお前の相手にならねえ。次だ、次のレースで全てが終わる。 あれ赤塚さんとはやらないのか。じゃあついにそうくんですね、次。セーブしとこう、怖えー、勝てるかな。あ、どんな感じで妨害してくるのかちょっと気になりますけれどもね。では行きましょう。ヤガミさん、はい、いよいよですね。ソウ君の心は絶望に満たされている。本人もそのことに気がついていない。ヤガミさんしかいないんです。彼を救ってあげることができるのは。自分のやるべきことは分かっているつもりです。そのためにここまで上り詰めてきたのですから。ヤガミさん、どうかソウ君お願いします。じゃあ行くよん、ヤガミッチ。ああ頼むぜ、頼むぜ。茨城ゾウさんの次俺ちとレースだぜ。ヤガミ、負けないヤガミ、頼んだよ。私の愛した男、お、出たな、ラブホキムさん、状況がよく分かってないけどヤガミさんなら大丈夫だよ。今はゾウの部下だろ。俺がいたのさ、別れの挨拶してこいってな。おお、自信満々だね、ゾウくん。彼だと、俺と本気でやり合うんだ。命の保証はね、別れの挨拶くらいさせてやってもいいや。死ぬつもりはない、生きて戻るぞ。お前も俺もな、覚悟はできてるようだな。え、何人倒さなきゃダメ間で。メイドインヘブン三代目総代スオーユーマ、俺がかけるのは命、そして
このメイドインヘブンの全てだ。いいか、これはお前と俺どちらが壮大にふさわしいかをかけた死闘だ。より速いやつ、より度胸のあるやつに従え。ルールこそが王、勝ったやつが全てを手に入れる。はい、ヤガミ、ヤガミ、死ぬ気でかかってこい。終わらせてやる、これで全て。そうだな、ちょっと悲しい顔してるけどな。そうなんだよな、そう、かわいそうなんだよ。こいつは何でもありのデスレースだ。だがしかし、今回のレースはいつもと違う。何しろ勝った方がメイドインヘブンの次期壮大だからだ。わあ、ヤガミさん、スオは強いはずだ。とんでもなく、だがこれまで俺が積み上げてきた、あ、早い、え、勝機あるはずね。それじゃあ行くぜ、究極のデスレースの開幕だ。うよし、いや怖い、何人まず倒さなきゃいけないの。15ぐらいか、20にバカじゃないの、もうアホやろ。わいでで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 で、いやこれ無理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 、いてー、でででで、もう妨害やばいんだけど、やばいやばい、離されちゃう離されちゃうね、数がね少なくなってくるとね、やっぱり楽になってくるから。とりあえずあれだな、これで何人か引く、引けない、引け、いつも見逃しちゃうなぁ。ででででででで、で、妨害してくるかだな、スオ君。怖い、手が震える、手が震える、まだまだね距離がありますからね。いくぜじゃねえ、出せるか、これどうなるの、これ復活できないのかな、しばらくしたら。くそー、やばいやばいやばい、これスピード下がっちゃうのか、これ。わっ、やばっ、
いる。先行ってあれか。行って。やばい、メーターが火を吹いてる。やばいやばいやばい。おお、怖え。タックル怖え。あ、やばいじゃん、これもう故障寸前ってことだよね。あ、やばい、差がどんどんできちゃってる。これは勝てねえ。あ、でもなんかだんだん追いついてきたか。あー無理だ、負けちゃったわこれ。タックルが辛いな。リトライ。来たぞ、スオー君と。怖い怖い怖い。もしこのやつなんか何もしてこないっぽいから。あんまり離されない程度にって抜かしちゃった。怖っ。まだまだ全然あれだもんね、始まったばかりだから。離されない程度に後ろをついて歩くか。いてぇ、お前お前。ガードすればいいのか。ガードをすっかり忘れちゃうな私。いって、こいつ急に来るからビビるわ。あ、そういった。ねえ、何こうフェイントやめてよマジで。
コントローラーもう手汗まみれなんだが本当ギリギリだったわ。最後ねどっちもブーストしたからな、スピード出してやったー。あーお疲れ様でした。これで暴走族完結かな。嘘だろ、スオさんが負けた。信じられねえ。スオ。おい。認めろ、お前の負けだ。ルールは絶対なんだろう。ヤガミ。てめえの勝ちだ。約束通り、壮大の座はお前に譲る。まあ、解散させるんですけどね。ヤガミッチー、マジパネー、マジパネー、来れるね。ギューギューエン最高だよ最高だよ。最後に記念写真だ。せっかくだし、ほらいつものポーズではみんな一緒に。 あ、ええやん。よろしく。ヤガミ、まさか俺が負けるとはな。だが楽しいレースだった。俺は満足だぜ。メイドインヘブン、それは走り屋の天国だ。これからお前がチームを守っていけ。俺は副総代にでもなって気ままにレースを楽しませてもらうよ。そう、そのことだわ。今日で解散でーす。これから俺がやること黙って見ていてくれ。みんな早速だが、俺から一つ命令したい。これは四代目総代として最初にして最後の命令になる。最後の？俺がメイドインヘブンに加入し、お前らとレースをする中、ずっと考えてきたことがある。うん。命がけのデスレースは楽しい。時間が吹き飛ぶほどにな。だが、失うものがあまりにも大きすぎる。俺としても大事な仲間が傷つく姿は見たくない。ましてや事故で死んじまう姿なんてな。紫霊樹を襲ったような悲劇は二度と起こしてはならない。そうだね。一人の人間の死がどれほど多くの人間を悲しませ不幸にするか、みんなだって痛感してきたはずだ。皆川里奈やゴースト、いや紫ダン、彼らも紫霊樹の死によって
大きく人生を狂わされてしまった、うん、だから俺は決めた。メイドインヘブンは本日をもって解散とする。解散？どういうことだよ、ヤガミッチ。言葉通りの意味だ。もう命を懸けたデスレースなんかやめるんだ。本当だよ、この先も何十年も人生あるのに。なんだよそれ。メイドインヘブンは仲間だろ。それを解散するだなんて。そうだよヤガミッチ、いきなり何言い出すんだよ。言ったはずだ。俺は仲間が傷つき命を落とす姿なんて見たくねえ。だから解散するんだ。だがよ、解散しちまったらもう仲間もクソもねえじゃねえか。いや違う、俺たちはずっと仲間だ。たとえメイドインヘブンが解散しても。同窓会やろうぜ。同窓会。ここでみんなと過ごした時間も、一緒に味わったスリルも感動も、俺たちの中に残り続ける。それが絆となって俺たちをつなぎ続けるんだ。たとえチームがなくなっても。ヤガミッチ、ヤガミッチ。それにこれは一代目総代紫レイジの意思でもあるんだ。彼が実現できなかったことなんだ。明日に向かって走れ。今こそ紫レイジの意思を受け継ぎ、俺たちは走り出すべきなんだ。そう、分かってくれ。死に向かってじゃない。そう、明日に向かって。死に急ぐのはやめなさい。胸のうちに希望を抱いて。だからこそ今、一代目が果たせなかった最後の思い、メイドインヘブンの解散を成し遂げよう。みんな、みんな、ヤガミッチ、ヤガミッチ、ヤガミッチと過ごす時間は最高に楽しかった。だけどあんたがそう言うなら俺は従うぜ。いいやつじゃん。確かに俺たちの絆は永遠だもんな。ああ、俺もヤガミッチに従う。明日に向かって走れか。俺もそう思うぜ。成長したなお前たち。そうだね。ラブホ、これはずっとあんたが走りの中で訴えかけてきたものだったもんな。みんなありがとう、理解してくれて。どうした、納得いかないか。俺は認めねえぞ。まあ、だろうね。ヤガミ、てめえまで、てめえまで俺から走りを取り上げる気か。スオー、スオー君、ふざけんじゃねえ。解散なんて認められるかってんだよ。お前、自分が何言ってるか分かってんのか。これまでルールが絶対だって言い続けてきたろ。お前自身がそれを破るってのかよ。うるせえ、奪わせねえ。走ることだけはな、絶対に。ヤガミ、力ずくでも撤回させてやるよ。そうか、分かった。だったら相手してやる。かかってこい、スオー。よし、行こう。いや、スオー君と戦っていきましょう。よし、あ、まだいいやつ使えないか。あ、ちょ待って、危ねえ。いけ、トドロクパンチ。うわごめんな。喧嘩も強えんだわキムタクは。スオ、これで分かったらお前にとって何が一番大事だったのかがな。ルールこそが唯一絶対の真実だなんてずっと言っていたが、そうじゃない。走ることだ。それがお前にとって何よりも大事なものだった。お前はそれを守るために全てを投げ出した。大事にしてきたルールでさえもプライドも。
お前はそれは分かっていながら、てめえ奪おうってのかよ、この俺から走ること。たった一つの俺の希望をよ。ちくしょう。なぜだ、なぜみんな俺から希望を奪い取る。なぜだ、どうして希望を奪い取る。そりゃ違うだろ。スオ命をかけたレースに真の希望なんかありゃしない。少なくともお前にとってはそうだったはずだ。だってデスレースはお前が絶望から目を背けるためにすがりついた偽りの希望でしかないんだからな。ああ、お前は本当に求めていたものから目を背け、デスレースというその場限りの刹那的な喜びに逃げていたんじゃないか。お前が本当に求め続けてきたもの、その前には確かに大きな壁が立ちはだかった。だがお前はその壁に立ち向かうことにビビってたんだ。そんな、俺がビビってただと。モトクロス、それはお前が本当に会いたかったもの、だがお母さんに禁じられてしまったもの、走る喜び、生ける希望そのものだったんだよ。そうだ、その通りだよ。何もかもお見通しってわけか。忘れられるわけがなかったんだ、こいつと遊ぶ喜びはな。モトクロスは俺の人生そのものだった。こいつと一緒にレースに挑む時間マジで最高だったぜ。忘れろったってさ、土台無理な話だ。俺の中には常にこいつがいた、優等生のふりをしていてもよ。あ、来た、おっちゃん。スオ君、スオ君、学校に戻ろう。お母さんのことは僕も説得する。モトクロスがまたできるようにな。あ、なやがみ、セアマンのおっちゃん、どうして俺が風紀委員長なんかになったと思う？イライラしたんだよ。自由に振る舞う連中を見るとね、奴ら俺にないものを持ってる、自由を楽しんでやがる。だから取り締まってやった、徹底的にな。そうさ、本当はどうでもよかったんだよ、高速の遵守なんてな。ただむしゃくしゃしてただけなんだ。なあ、そろそろお前も明日に向かって走り出す時じゃないのか。お前も母親との間にルールを敷いている。お母さんが見たい現実に合わせるため、お前自身が自分にルールを課し、愚直に従い続けているんだ。だからこそそのルールをぶち破って前を向き、明日に向かって走り出すべきなんだ。どうすりゃいい。ダメなんだ、いたところで無駄なんだ。あの人は俺のことなんか、俺自身の姿を見てくれてんの。山美さん、確かにスオ君のお母さんはかなり手強い。私だって何度も説得を試みてきましたが、ダメなんです。ん、あ、なになに、お前のお母さんにはそろそろ夢から覚めてもらおう。そのためにはちと荒領事が必要だろうけどな。え、もしかしてこの姿を見せるとか、ママに。あの、すいません、ユウマくんの友人のヤガミというものですが、ユウちゃんの、あ、やっぱそうだよね。ごめんね、ユウちゃん今塾に行ってて。違うんだな。それにユウちゃん、ちょっと何その格好、ハロウィンでもないのに嫌だわ。お願いします。お母さん、ユウマくんの友人としてのお願いです。彼がモトクロスを襲うことを許してくれませんか。いきなり何です。何言ってるのでしょう。ユウちゃんバイクなら特に卒業しましたけど。もうユウちゃんバイクなんて興味ないんですよ、受験勉強で忙しいんだし。ユウマくん自身がそれを望んでるのでしょう。何言ってるの、当たり前でしょ。ユウちゃんはいい大学に行っていい会社に就職するんです。そうやって出ていた父親を見返すのですか。何言ってるの。え、自分のために子供使いやがってよ。子供の人生は子供のものなんだわ。それでも俺はお願いします。勉強だってするか、だから許してほしい。ユウちゃんこのところ模試の勉強で大変だったからね、疲れてるのよ。ゆっくり寝れば大丈夫だから。そんな、やっぱこれ荒領事が必要だな。ヤガミさん本当にやるんですか。なになに、誰誰、帰ってください。頼む、誰だ、つくもか。用が済んだ、何も帰ってちょうだい。ユウちゃんは受験勉強があるの。ん、あ、みんなか。え、何、ちょ、え、何、何なの。お願いします。みんな、壮大にスオーさんにモトクロスをやらせてあげてください。スオーの腕はすげえんだ。花咲、俺はあの人のレースが見てえ。勉強ばっかしてるスオーなんてダッセんだよ。あいつはレースの時が一番輝くんだ。みんな。
ご覧になりましたか。これが現実です。あなたが固くなに認めようとしなかったものです。一体何を。彼の走りがこれだけの人間を引きつけてきたんです。ユウマ君の走りにはそれだけの魅力があったから、うん、みんな口々に言いました。ユウマ君の走りはすごいと、誰も勝てないと、天才だと。ですが暴走族でのデスレースは命を代償にしかねない非常に危険なものでした。そこまでしなければユウマ君は自分のやりたいことができなかったんです。あなたに禁じられてしまったから、あなたが現実を見ようとしなかったから。嘘よ、こんなの嘘。まだ現実を拒むというんですか。いい加減ユウマ君と向き合ってあげてください。このままじゃユウマ君は危険なデスレースにまた戻っていってしまいます。いやよ、バイクなんて。いや母さん、これが俺なんだ。ゆうちゃん。優等生のふりをしていても、規則に厳しい風紀委員のふりをしていても、そんなものは全部偽物だ。いつだって頭の片隅にはバイクがあった。忘れられなかったんだ。父さんが望んだからじゃない。俺は心の底からモトクロスが好きだったんだ。だから俺のたった一つの望みを、自由を奪わないでくれ。ゆうちゃん、そんな。母さん、一度でいい、俺を見ろ。ごめんね、ゆうちゃん。ごめんね。母さん、本当は分かってたの全部。ゆうちゃんの気持ち、本当は分かってたの。母さん、俺はモトクロスの道に戻る。いいよね。母さん、ちゃんと応援しないとダメだよね。ママ、目が覚めた。ゆうちゃんの夢なんだもん。おー花火あげてくれた花咲き。ということでクリアだね。そうですか、そんなことがあったんですか。結果としてメイドインヘブンは解体され、スオもひとまずモトクロスの夢を終えそうだよ。あ、来た来た来た。お、学校モードね。え、スオ君、本人に直接聞こうと思ってね。スオ君も裏サイトを使ってプロフェッサーとやり取りしていたの。いや、裏サイト女もんは見ちゃいねえ、興味ねえかな。だが手紙をもらった。多分そのプロフェッサーでやろうか。手紙？風景に匿名の告発状が届いたんだ。その差出人はプロフェッサー M。 察するに、プロフェッサーって意味ね。 M は頭文字かな。モリアーティってことかも。そこには清涼の生徒がメイドインヘブンに加入し暴走行為に明け暮れてると書かれていた。手紙には写真も同封されていてな。メイドインヘブンで単車を乗ります清涼の生徒の写真だった。それじゃあなたはその告発状を見てメイドインヘブンに直談判に行ったの。ああ、なんだか写真を見ていたらいても立ってもいられなくなっちまってな。もしかしたらそれが告発状の送り主の狙いだったかもしれないな。え、なるほどね、バイク乗ってた頃を思い出させるみたいな。つまりプロフェッサーは全てを分かった上でスオの抑え込まれた願望を煽る手紙を出したのかもしれない。確かに八神の言う通りかもしれねえ。手紙にはこうも書かれてたんだ。君はこのままでいいのかいって。ねえ、全部お見通しか。どこへこういう情報ゲットしてんだ。俺の悩みを見抜いてなきゃ出てこねえ言葉だぜ。なあ、そや八神、一つ不可解なことがある。風紀委員への告発状、投書箱に入っていたんだが、投書箱は校内に設置されてんだ。校外の人間じゃ気楽に投稿なんてできねえよな。まさか
それじゃあ送り主って校内の人間、断言はできねえがな。ねえスオ君、誰か思い当たる人はいる？あなたは煽って暴走族に向かうよう仕向けるような人。いやさすがにそこまでは。だが大きな手がかりが手に入った。プロフェッサーは学校関係者の可能性が高い。それも普段から校内に出入りしやすいような人物。やっぱ先生の中とかかな。若い先生とか、今の時点ではわからない。とはいえ、やつの正体には確実に近づいてるはずだ。すぐに明らかにしてやるさ。はい。ということで、クリアでございますね。暴走族、お疲れ様でした。じゃあ最後、あらすじ読んで終わりにしましょうか。おー、いやー、達成感がすごいな、このイベントは。この辺かな。母親にとってバイクは父親が残した忌むべき対象となった。以来母親はスオーがバイクに乗りたいと言うとひどく騒ぎ立てるようになったという。だからスオーは母親に内緒で暴走族に通い、禁じられたレースを楽しんでいたのだ。息子の願いに向き合おうとしない母親と、母親に本当の自分の姿を見せられないスオー。あ、この辺も読んだね。でここからか、黄色のところだけどね。スオーの母親には荒療治が必要だった。メドインヘブンのメンバーをスオーのマンションの前に詰めかけさせ、スオーの夢を応援してほしいと母親に懇願してみせたのだ。スオーを暴走族に誘導したのはプロフェッサーだった。どうやらプロフェッサーはスオーの隠れた願望を見抜いていたようだ。プロフェッサーってやつは人間心理のコントロールにも長けているらしいと。はい、ということで、残すユースドラマはミスケン写真部 e スポーツカジノ、まあ、スケボーに多い動画出しますんでね、この4つになりました。はい、ということでお疲れ様でした。